一個だけごめん、ドラムにキーボードの会社あげてほしいらしいです。しもしが歌うんですけれども、ここで一つだけちょっとほうれん草からみんなに言いたいことがありまして、これほうれん草のロゴなんですけど、めっちゃ良くないですか？めっちゃ可愛くないですか？これなんで非常口かっていうと、ほうれん草が緑やからっていう理由だけです。で、報告連絡相談の略でもあるじゃないですか。なんでここの人スーツ着たサラリーマンです。あ、報告連絡相談、みんなさんしっかり守ってください。はい、一応これ、あすかちゃんの、あ、できた。そう、チューニングの時間稼ぎですか？それした。まあ
あのさっきのロゴなんですけど、実は1回生の時から悪ノリで考えてたロゴやったんですけど、こうやって引退の時にまで温めてやっとここで出せたんですけれども、まあ言うと1回生の時から悪ノリが加速していて全然成長してないんですけれどもけどやっぱりここにいるみんなのおかげで、結構ほうれん草ってあのバンドとして演奏力も全部成長できたかなって思ってます。なのであと残り4曲一つ一つあのみんなに感謝の気持ちを込めて演奏していきたいと思います。次はクラウモンのバイタルサインやります。Thank you.
ましてお疲れ様です。ほうれん草です。さっきの、2組のランダムからとうとう3回戦のステージが始まってしまって、すごいやっとあもう終わりなんやなっていう実感を抱き始めました。ここに立って、でいつもほうれん草ではなんかあんまり喋るのがめちゃくちゃ下手なんで喋ること少ないんですけど、せっかくの最後の機会なんで少しだけお話しさせてください。と今の2回生以下は多分知らないと思うんですけど、実は私はほうれん草の、ボーカルじゃなかったんですよ最初は。で2回生の春合宿からもう泣きそう春合宿からボーカル入れてもらって、で正直その当時って私なんかとんがりもうやめようかなってすごい悩んでた時期で、こう順位とかオーディションとかももう自信もないし、順位とかってなんか取りたいっていう気持ちとかも持てなかった頃で、すごい悩んでた時にこのバンドに入れてもらって、最初はすごいこう新入りやしちょっと周りのメンバーとは違うこうモチベーションじゃないけど扱いになっちゃうかなって心配してたんですけど、本当に本当にいい子たちなんですよこの3人が。でこうそれまでオーディションの正しい戦い方とかも全然わからなかったのに、こう真剣本当に真剣にもうどこのバンドよりも真剣に考えてたと思うこのバンドは。で私もこの子たちと一緒に勝ちたいな、順位を取ってみたいなってすごい考えるようになって、バンドを良くするっていうことを学ばせてもらった場で、でこの夏合宿大学生になって初めて女の子の友達と喧嘩して泣くっていう、かいちゃんとバンドのことでね、なんか意見がちょっと食い違ったっていうか、こう気持ちの差があって、でも泣きながら部屋でバーって出ていくみたいな喧嘩をしてたけど、すぐ戻ってきてやっぱり頑張ろうねって言い合えるそんな仲間がいて、大学生になってそんな思い出ってなかなか作れるもんじゃないと思うんですよ。部活とかもないし何かに一生懸命になるってそうそうないけど、でもやっぱりこのサークルに入れてこのバンドに入れたことで、私はそういう、こう他の人ができないかもしれない経験をたくさんさせてもらったなって思ってます。あんまり押しちゃうとあれなんで、とにかくもう今の1回生も2回生も3回生もで OB さんも、そしてとにかくバンドメンバーのみんなが本当に大好きです。3年間ありがとうございました。下手なりに喋りました。ありがとう、聞いてくれて。じゃあ次の曲いきます。君は太陽を照らす太陽、どんな時でも
ありがとうございました。次の一曲で現役のほうれん草のライブは本当に最後になります。3回生分かってんな最後やで、はい、ありがとうございました。